皆さんこんにちは、機関車 OL トマコだよ。今日はこれからの季節にぴったりな夕方まで崩れない OL メイクを紹介しちゃうよ。まず最初のメイクアイテムはこれ、ディオールのコンシーラー。崩れ知らずだよね。これを顔に塗っていくよ。目の下のクマの部分と、それから気になっているシミにトントンと塗って、ブラシで顔全体になじませていくよ。ここで厚塗りしすぎないことが重要。全体的に淡く広げて、よし、これで OK。次は顔全体にこのハイライトを塗っていくよ。ハイライトの色はシャンパンゴールドがいいかな。シャンパンゴールドを塗り塗りしていくよ。ハイライトを鼻筋や頬に塗り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 して、いい感じ。次はアイメイク。アイメイクはこのホットビューラーでまつげを上げていくよ。まつげをぐんぐん上がれ。よーし、上がった上がった。反対側のまつげも上がれ。よーし、上がった上がった。次はリップだよ。リップはまずこのマキシマイザーで整えていくよ。マキシマイザーで唇をプルプルにして、いい感じ。それからみんなおなじみディオールのティント541番のカラーで塗っていくよ。唇を塗り塗り。完成。これで夕方まで崩れ知らずの OL メイクの出来上がりだよ。今日使ったメイク道具をおさらいしよう。ディオールスキンフォーエバースキンコンシーラー、崩れ知らずで超神コスメ。ディオールバックステージフェイスグローパレット、4色のハイライト、ピンクはチークにも使えるよ。ディオールアディクトリップマキシマイザーセラム、美容成分が唇をプルプルにしてくれる。ディオールアディクトリップティント、ティントなので色落ちしないよ。みんなトマコの OL メイク参考にしてみてね。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。